ケミオ、1995年10月16日イは、日本のユーチューバー、モデル、タレント、エッセイスト、歌手、元バイナー。ミハ所属。1995年10月16日、神奈川県で生まれる。父は、イタリア人とイラン人のミックスで、母が日本人である。1歳の時に両親を事故で亡くし、因後は、兄と共に祖父母に育てられた。 物心ついた時から目立つことを好み、高校時代は廊下を水浸しにしたほか、意味もなく騒ぐなどして教師に頻繁に注意される問題児だった。幼少時からアイドルを目指し、小学生の頃から書店でオーディション雑誌などを読んで、情報収集し、一般視聴者が参加できる企画に応募したり、アイドル事務所に履歴書を送るなどしたが、いずれも採用されなかった。 人前に立つことを諦められず、目標をテーマパークダンサーに切り替えて、ダンスを習い始めた。ただ、一時期は、ジャニーズ事務所にジャニーズジュニアとして入所し、ヘイ、セイ、ジャンプのバックダンサーとして務めたこともあった。2014年に高校を卒業。進路選択の際に、芸能系の専門学校か芸術部等の大学への進学も考えたが、高校卒業後は、 仕事に専念する。海外のコメディアンが投稿する面白い動画に影響されて2013年10月より6秒動画アプリバイニへの動画投稿を開始。最初は風景や学校の友達とふざける様子を投稿していたが女子高生のあるあるネタを投稿したことから人気を得る。テレビ番組の該頭インタビューにて友人とともに YouTube へ。 動画投稿していることを話したところ、番組内で動画が放送され、話題となった。モデル活動キャリーパメパメに憧れて、雑誌、HR の編集部へメールをたびたび送るも反応を得られなかった。しかし、部屋の写真をツイッターに投稿したところ声がかかり、2013年に雑誌へ初登場を飾った。タレント活動2014年3月に、情報番組、目覚ましテレビで、 自身が担当する冠コーナー、ケミオのある、あるモーニングが放送された。同年4月には、フジテレビのクイズ番組、クイズ30団結せよ、にレギュラー出演。回答者のほか、スタジオでのアシスタントや、問題のレポーターも担当していた。音楽活動を2014年7月、雑誌、HR のモデル仲間である、清水セレナ、長井美優、寺門泉、 佐藤優月と共に、ケミオアミーガチを結成。アミーガチュはスペイン語で、女の子たちを意味する。8月14日、奥田たみおが楽曲提供したシングル、ケロケロで、ケミオアミーガチュとしてメジャーデビュー。カップリングには、今和の清志郎の、僕の目は、猫の目を大幅にアレンジしたカバーが収録された。8月16日には、 国立代々木競技場内リゾートステージで行われた A ネーションガールシュワードアイランドコレクションバイニコラに出演。同年11月、新メンバーとして大塚浅美が加入。2014年11月18日、メンバーの寺門泉がオフィシャルブログにてグループからの脱退と芸能界からの引退を表明。2015年9月30日には、 大塚浅美が脱退と芸能界引退を発表。2016年4月、メンバーそれぞれの夢に向かって活動をするため、ケミオアミーガチュは活動休止を発表。ソロとしては、2014年9月24日、ヒャダインがアレンジを担当した配信シングル、若者たちのカバーでデビュー。2018年11月2日には、配信シングル、どこまで行っても渋谷は、 日本の東京を発売した。俳優活動2015年に、オーディションでの自然な演技が評価され、NHK 高校講座、お悩み解決。ベーシック数学でドラマに、初のレギュラー出演。同年、NHK 連続テレビ小説、マレ第80回放送に、主人公が働くケーキ屋のパティシエの面接に来た役で、出演。アメリカ留学2016年9月12日。 日本を離れてアメリカへ拠点を移すことを発表。2016年末から2019年初頭にかけてロサンゼルスの語学学校に通いながら YouTube や SNS を中心に活動。2019年2月10日、今後もアメリカを拠点として活動することを自身の YouTube チャンネルで発表した。現在はルームメイトのマイルズと共にニューヨークで暮らしている。 2019年4月28日、自身のツイッターで、かつて女性と交際していたこともあるが、現在はゲイであると告白した、バラエティドラマ、ありがとうございます。